1>, 1本目前からこの4本目後ろまでは無双磁気伝衛心流の最も基本的な技です身構え、気構えを十分にここで身につけておかなければなりません 4本目後ろも2本目右と同様に抜きつけるときに相手に向かって十分左足を出し切らなければなりません大切なポイントは抜きつけの時腰をひねらなければならないということです5本目八重垣は 正面に滞在している相手の殺意を察しまず横一文字に抜きつけますが相手が後ろに逃れたので一歩進んで切り下ろします血ぶるいし納刀が終わろうとするときまだ絶命していなかった相手が倒れたまま右足あたりを切ってきたのですね囲いで受け止め正面から切り下ろすのです この技では1投目2投目で相手を完全に切る気持ちは必要ですが1回目の納刀の時は完全に刀を収め切らないうちに相手が切ってきます常に相手が来ることを想定し相手の次の攻撃に対処できる備えが必要なのです ねがこいで相手の刀を受けるときは、剣銭がぶれないように半身にならなければなりません。振りかぶるときは、前に出ながら相手を追い込んでいく気持ちが必要です。ここでの大切なポイントは、横への血ぶるです。一度に手首を回さずに、自分から見て反時計回りに少しひねるようにします。 替え技とは模範演武とは異なる想定で修練する価値があるものとして残されています八重垣の替え技は最初の納刀後切られた相手が寝たまま切ってくるのではなく起き上がって切ってこようとする想定です従ってすね囲いではなく前に出て横に切るように対処します 6本目受け流しは左前にいた相手が突然立ち上がり頭上に切りつけてくるのを左側に受け流し相手の首から肩口あたりに切り下ろす技です。 受け流しでは左足が身をかわす中心の軸になります正面に対しておおむね直角になるように踏み出し左足を中心に体は同時に回ります 相手を想定すると動作を正確に把握できます。右足は座っていた位置を頂点として踏み出した左足とで二等辺三角形を成すように踏み出します。このようにして上体は足の通りに回転し、受け流すことができるのです。右足を踏んでから回転しては遅すぎます。 切り下ろしのポイントは、すねを大きく上げ、身を反らせることです。反った反動で踏み込み切り下ろすのです。切り下ろすときは、相手に整体するために踏み替えます。上体の力を相手にぶつけるようにします。 これは片手切りですから、左手は切り下ろしてくるときに添えるだけで十分です。受け流しには二つの替え技があります。一つ目は切り込んでくる相手を。刀を抜き出しながら身を低くし。相手の二頭目を左足を右前に踏み出して避ける技です。二つ目では相手は立って抜いてきますが。 左足を出して抜き出したところ、中腰のまま相手の出方を見ます。そして相手が来るのを見定め、立ちながら受け流します。七本目、解釈は、切腹する人を前方をやや左に見て解釈をします。 この技では切腹する相手に憐れみを感じ仕方なしに切るという気持ちで静かに刀を長く抜き切ることが大切です。 解釈では姿勢を崩さないようにするため腹に力を入れ刀をできるだけ水平にまっすぐ抜きます。 他の技ではやや束頭の方向を下にして抜きますがここでは刀を水平にしたまま抜きます姿勢を崩さないように注意します解釈では首の皮一枚残すために刀の行き過ぎを止めるように最後に左手を添えます 相手が前にうなだれた時を見定めてから解釈をします首がまっすぐの状態では切ることはできません八本目付け込みは正面から切り込んでくる相手の刀を抜刀した瞬間に右足を引いて下がって外し 素早く正面から切りつけダメージを受けて逃れようとする相手を直ちに追って大きく切り下ろします。 ここでは最初に相手が切ってくるのを引き外し接近している相手に対し小さく出て切り下ろしさらに2頭目では相手が交代するところを大きく出て切り下ろしています血拭いをす血をる動作にも特徴があります。 一投目は前に出ていた右足を左足のところまで引きつけて、次に小さく右左と足を揃えるように出して切り下ろします。大切なポイントは相手がすぐ直前に来ていますから、足加減を間違えないようにすることです。二投目は相手が逃げるところを追い切りしていくわけですから、足を思い切って踏み出すことです。 二頭目の後、上段の構えで斬身を示します血ぬいは親指と人差し指で挟んで行います つけ込みの替え技は、2頭目も1頭目と同じように連続で追い切りします。3頭目の切り下ろしの瞬間、相手が倒れたのを確かめ、上段で止めます。この替え技では、血ぬぐいは右手を逆手に取り、刀を膝の上に横に寝かせるようにして行います。 9本目突き影は右斜め前から立った相手が上段から切り込もうとしてくるので素早く立ち上がりながら相手の右小手に切りつけ倒れる前に真っ向から切り下ろします。 この技では相手の右小手を確実に切らなければなりませんそのために低い姿勢で抜きつけることが大切です